皆さんこんこーーググ今日はモーターを伝説情報。今日はモーター鉄伝説実現済みの北海道、青森、静岡のいろんな情報を言います。まず北海道、やっぱり札幌の雪祭りいいですね。札幌北広島市にあるスタジアムももう実現済みだと思います。まあ札幌すすきのの商店街も実現。さらには毎年冬に行われるあの大寒波襲来とそしてスキー場も実現したし、 札幌雪祭りももちろん実現済み。北海道、あの、稚内はもういろいろ最北端そ、そして北方領土の実現も済みましたね、すべて。北海道はまさに実現済みでございます。いろいろと、はい。青森県もすでに実現済み。坂の上の田村真野の歴史上の人物も登場したし、金木のあの、橋でメロスも実現しましたね。記念館も。 トワダコもまあ実現しましたし、いろいろですね。そして静岡県、静岡県は新幹線も実現したし、ヤマハ、あのサッカースタジアム、清水エスパルスとジュビロ、岩田がございます、サッカー。あとはおでんも、やはり最高4までしか出ないんです、静岡ははい。あとはお前崎市、下田市、あと清水区、いろいろ分けてますね。焼津、えー、沼津の物件もありますね。そして静岡県といったらやっぱり、 ちびまるこちゃん忘れま、ないでしょうか。さあ、みんな集まってちびまるこちゃんが始まるよちびまるこちゃんも舞台になるかもしれません。清水です。ちびまるこちゃんの物件も買えます。グッズと、そしてちびまるこちゃんのタウン、いろいろな建物。あの、みまつや、あの、お店の商店街。み、みまつと、あと、かき氷のあのお店、なんだっけ 三つ屋だっけわかんない。シの、かき氷の店も実現するかもしれません。あとはまあ、静岡では言えばやっぱりマグロ美味しいですね。というわけで、モーター電鉄情報、実現済みの3件でした。バイバイ。